かけらじの LINE アットではお悩み相談をやっているから登録しろよな。皆さんこんにちは、ましろです。皆さんはお酒って好きですか？私はお酒が強くて特にワインが大好きなんです。でも以前赤ワインを飲みすぎて唇紫になってたことがありました。お恥ずかしい。そんなわけで今日紹介するのは忘年会でお酒を飲みすぎて失敗しそうなガンダムキャラたちです。それでは一人目いきますね。ベルナルド・モンシア。ガンダム00083スターダストメモリーに登場した酒癖の悪い代表的なガンダムキャラです。お酒を飲んで女性クルーをナンパし、コウやキース後輩をいじめていました。ジムカスタムを操りデラーズ紛争を生き残りました。その後ベイト、アデルと共にティーターンズに入団し、その後の消息は分かっていません。もし忘年会でモンシアがいたら間違いなく女性にはドン引きされるでしょう。私は絶対に隣の席に座りたくないですね。続きまして、スメラギ・リ・ノリエガ。ガンダム00の戦術予報士です。セカンドシーズンの初めにビリー・片桐と共に暮らし酒浸りになっているシーンがありました。スメラギさんは飲んでも騒ぐようなタイプではありませんが、お酒がないと生きていけない飲んで、忘年会に参加すれば会社の上司への愚痴を永遠と聞かされる恐れがあるので、特に年下の男性は要注意ですね。続きましてキャラスーン。ガンダムダブルゼータに登場し、アニメの途中で強化されたパイロットで、左右で髪を違う色に染めている奇抜な女性でもあります。もともとおかしい女性ですので、お酒を飲むとどうなるか想像ができません。しかしアーガマの捕虜となった際、家事全般をやっていたことから家庭的な女性であることもわかります。もしかするとお酒を飲めば話しやすいおばさんという感じになるかもですね。それでは以上が忘年会で失敗しそうな酒癖の悪いガンダムキャラたちでした。いかがだったでしょうか？皆さんが納得できるキャラは入っていましたか？この動画が気に入ったらぜひグッドボタンを押してくださいね。またお会いしましょう。バイバイちゃー。私たちの声を早く聞きたいって方にはチャンネル登録を勧めてます。ぜひしてくださいね。お願いします。次の動画と前の動画はこちらから、アニメ以外の情報はこちらのチャンネルで配信しています。ぜひよろしくお願いします。